ードごとくウィングランドから送られた純金製のカップ。大会はこのカップの造成をきっかけに2年後参加4チームにより始まりました。戦後すぐに天皇陛下が観戦され選手たちを激励。1951年からは優勝チームに天皇杯が贈られるようになりました。当時優勝争いは大学生のチームが中心でした。1968年大会から決勝の舞台は元日の国立競技場となります。初の元日決戦を制したのは川本邦重率いるヤンマー。この頃から実業団チームが覇権を握ります。1983年からは日産自動車と読売クラブの異教時代。10年間で9回優勝を挙げました。Gリーグが発足すると実力が続く。毎年優勝チームが変わる戦国時代となります。アマチュア勢の奮闘も大会を盛り上げてきました。2003年市立船橋高校市船が東京を相手に後半に点差を切る決勝を見せます。2009年明治大学が J1 のモンテリオ山形と対戦。大学生チームが初めて J1 のチームを破る快挙を成し遂げました。Gracias.
回目の優勝を果たしました。97回大会決勝シュートー、やばい、いかした。延長戦を制したのはセレッソ大阪。浜本国重がいたチームの戦士ヤンマー以来43年ぶりの日本一に輝きました。98回大会の決勝、東北勢初の優勝を目指すメガルタ仙台が浦和レッズと対決。最後の王者に輝きました。新しい国立競技場で行われた99回大会決勝、スペインの至宝イニエスタを擁するヴィッセル神戸と6回目の優勝を目指す鹿島アントラーズの対戦になりました。切り返しから神戸のチャンス、本戦がゴールがヴィッセル神戸先制に成功しました。ヴィッセル神戸が前半に2点を奪い、2対0で勝利。令和最初の天皇杯はヴィッセル神戸が初優勝で掴みました。天皇杯の歴史の大きな節目となる100回大会の決勝、攻撃力を武器に J リーグを制した川崎フロンターレがガンバ大阪と激突。受けてきた川崎シュート、糸前香織がやりました。先制ゴール川崎フロンターレ。川崎は悲願の初優勝、ゴールを決めた三笘はこの後東京オリンピック、海外移籍、ワールドカップと世界の舞台へと羽ばたいていきます。101回目の天皇杯準決勝で PK 戦の末川崎を破った大分トリニータが浦和レッズの対決。この試合を最後にチームを離れるレッズ槙野は後半途中から出場します。1対1で迎えた後半アディショナルタイム。日本一の栄冠を手にするのはどのチームでしょうか。